どうもミュートです。今回は今後ですね出していくちょっと動画のコンテンツの一つにしようかなと思ってるファッション系のダンスファッション系の動画をちょっと出していこうかなと思ってます。はい、そうですね。もともとアパレルショップで働いててすごい洋服が好きだったので、まあそこでこう得た知識だったりとかを動画を撮って皆さんにシェアできればいいかなと思ってます。はい、じゃあまずはじめに僕の身長と体重を、公開しようと思います。172cmですね。平均ちょっと上でも下でもない多分平均だと思うんですけど、はいと、体重が、65kg です。はい、172cmと、65kg っていう感じで、一応まあ普段着てるサイズなんですけど、ものによって結構差があって、 M 着る時もあればむしろ XL 着る時もあるんで、その際は動画でお伝えしますのでよろしくお願いします。はい、あと、事前にですね、こう何かこう今もう持ってるこう疑問だったりとかちょっと相談したいことがあれば、ぜひこの動画にコメント欄でもいいですし、ツイッターの方に、DM をいただいても全然大丈夫ですので、何かご相談とかがあればどしどしお待ちしてますのでよろしくお願いします。そして、第1回の多分その商品紹介当たるんですかね、ちょっとよくわかんないんですけど、よく YouTuber の方がいろいろなんかカメラ買いました、皆さんもどうですかみたいな感じで言ってるんですけど、結構そんな高価なものはあんまり出すことがないかと思うので、結構ファストファッションがメインになります。多分次出す動画は多分ユニクロあたりを攻めるかと思うので、ぜひ見ていただけたらと思います。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。